洗濯天気予報です。確認していきましょう。まずは天気の流れです。オレンジ色が晴れ、そして灰色が曇り、青色が雨となります。こちら分布の予想を見ていきたいと思います。今日は北ほど晴れて、そして西日本、東日本など雨の降るといったタイミングがありそうですね。お昼過ぎ以降も広い範囲で雨や曇りとなっていきそうです。北の地域は日差しも届けます。ただ一部雨の可能性もありそうです。それでは洗濯指数マップ見ていきましょう。今日はこのようになっております。広いエリアで心配というアイコンです。今日は曇ったり雨が降ったり、また一部日差しが届いたりと変わりやすいお天気となります。外干しする際は空読みをしながら過ごしてください。グレーの雲近づいてくると雨の可能性があります。空の変化注目となりそうです。そして北海道、広い範囲で晴れて日差しが届き、洗濯物の外干しも OK です。こちら厚手のものなどもしっかりと乾く見込みとなっております。以上、洗濯天気予報をお送りしていきました。